京王バス、調布営業所。京王バス、調布営業所は、東京都調布市国領町6丁目6番地にある、京王バスの営業所である。当初を表す、社内識別記号は、L。調布市内を中心に、世田谷区、狛江市、三鷹市、武蔵野市、府中市、小金井市などを運行する路線を所管する。調布駅、筒ヶ丘駅、吉祥寺駅などを発着する。 一般路線バス、調布市、三鷹市のコミュニティバス、深夜急行バス、空港連絡バスと高速バスの一部を担当している。京王電鉄バスグループの分社化の過程において、最も早く子会社として分社化された営業所でもある。京王電鉄バスグループの子会社のうち、1997年に京王バス株式会社長布営業所として、最初に分社化された営業所である。 そうした歴史的経緯もあり、東営業所が所管する全路線は、自社路線である。府中営業所及び多摩営業所のような、京王電鉄バスからの受託路線はない。コミュニティバスとして、調布市の調布市ミニバス北路線、西路線、三鷹市の三鷹、シティバス進化は、中原ルートを運行受託している。詳細は、各項目の記事を参照。運賃は、大丸線、 これマサ線、大沢線を除いた全線で、大人210円、子供110円の均一運賃。共同運行相手の小田急バスも共同運行便に、限り、慶応に合わせて、大人運賃を210円にしている。大丸線、これマサ線は、運賃体系が異なる稲城市や府中市に乗り入れるため、申告運賃制とし、乗車時に降車停留所を申告の上で運賃を、支払う。 大沢線も府中市や小金井市に乗り入れるため、宅間運賃制であるが、この路線に限り後乗り前振りで、運賃は、校舎時に支払う。小田急バス、狛江営業所と共同運行。調布駅南口と校舎玉川住宅を結ぶ路線。品川通り沿いに進み、調布市と狛江市にまたがる、団地内の北東部を循環して、狛江市内へ乗り入れる。京王と、 小田急便がほぼ交互に運行される。原則として大型車が使用される。旅客案内場は玉川住宅と称されるが、実際には玉川住宅というバス停はなく、玉川住宅内をラケット状に循環して、調布駅南口へ戻る循環系統である。過去には平日土曜に深夜バスも運行されていた。深夜バスの最終便は、 玉川住宅の循環区間の途中の住宅北口を終点としていた。また、平日早朝4便は循環区間の途中の玉川住宅中央から営業運行する。もともとは稲城市北部の国鉄南部線沿線と調布駅を直行で結ぶ路線だった。稲城市北部と調布の間は、京王相模原線の開通までは、 鉄道で行くと、ブバイ河原の駅を経由する必要があり遠回りで、開通後も、京王稲田堤駅での乗り換えが必要だったが、玉河原橋を経由し乗り換えなしで結ぶバスは、重宝された。しかし、玉河原橋の混雑で、定時運行が困難になり、乗客が鉄道に流出、徐々に減便されていった。2006年に、片側2車線の新玉河原橋が開通し、 渋滞は解消したが乗客は戻らず、稲城市、コミュニティバス、アイバス市内循環線との競合によりさらに本数が減らされた。2010年代には平日1日1往復に減らされ、2018年2月22日付のダイヤ改正で土曜日朝の一便のみという免許維持路線になった。矢野口駅稲城市立病院館は稲城市内に入るため、宅間運賃となる。 平日日中は毎時3本、土休日は毎時4本程度の運行。旅客案内上は神大寺駅と称されるが、基本的には神大寺周辺を循環して、調布駅北口に戻る循環系統である。原則として大型車が使用される。早朝の神大寺駅と土休日の調布駅、北口行きは旧甲州街道の渋滞対策のため、 公衆街道上の布田停留所を経由して運行される。LED 表示には振動経由と表示される。基地14や高66と異なり、途中の青い神社バス停は停車しない。超39は2015年4月6日に運行開始した系統で、京王線の連続立体交差事業によって地下化された布田駅に設けられたロータリーに乗り入れるが、調布車庫から、 調布駅北口方面への入出庫便としての性格が強く、1日3往復しか運行されない。小田急バス、武蔵境営業所と共同運行。京王便、小田急便ともに中型車が使用される。平日日中は原則毎時3本、と休日日中は毎時2本の運行である。病院の通院需要に合わせ、平日10時台は5本と本数が多い。 調布駅南口から角川大英スタジオの前を通り、玉川沿いに日活調布撮影所を経由して、玉川住宅の南西部を循環する。玉川住宅中央には停車せず、狛江市内には乗り入れない。平日のみ深夜バスも運行される。中型長弱車、または大型車が使用される。長45、長46は2016年4月18日に、 運行開始した系統で、染地通り停留所を新設し、染地地区を循環するようになった。午前時間帯は、染地通り先回りの町45、午後時間帯は、染地公園先回りの町46が運転される。それぞれ、午前回り、午後回りと案内される。町41は、早朝の調布駅南口行き、数本と夜間の玉川住宅西行き、 数本のみとなった。本数は朝の2.5往復のみである。玉川通り大社編団地折り返し場間は府中市内に入るため宅間運賃となる。もともとは2010年3月31日限りで廃止になった超50の区間便である。超50は京王線と並行ということもあり、本数が少なかったが、 調布市ミニバス西路線の開業とともに需要がさらに減り、2008年の府中市、コミュニティバス、中バス、押立町ルート運行開始に伴い競合となり、最終的に車開始団地、これまさえ間が廃止される形となった。車開始団地折り返し場は、府中市立、押立体育館の横に設けられた折り返し所で、本系統以外にも、付近の、 車開始団地バス停まで運行される小田急バスの高 52C が東欧理解支所で終日を理解しを行っており、京王バスのバス停ポールを使用している。2012年3月26日のダイヤ改正で、上石原3丁目止まりの区間便も運行開始された。その後、2018年2月22日のダイヤ改正で廃止された。 おおむね毎時1本程度運行されていたが、2018年2月22日のダイヤ改正で朝のみの運行となり、ダイヤ改正後は、京王線及び、調布市内区間では、調布市ミニバス西路線、府中市内区間では中バス、押立町ルートが、代替交通機関として案内される。西調布駅前ロータリーに乗り入れ開始した、町33系統メインは、 超33で、日中は、毎時2から3本程度の運行。終日運行される。大型車が使用され、深夜急行バス用のワンロマ車が運行につくこともある。警察学校東門、白井台大玉駅間は、府中市内に入るが、本系等は宅間運賃とならず全線で、大人運賃210円均一となる。また、坂木原記念病院、 白井都大玉駅間は、中バス朝日町ルートや、小田急バスの高52系統と運行区間が並行している。2017年4月17日のダイヤ改正で、西町府駅、北口バスロータリー完成に伴い、日中のみ、西町府駅、北口バスロータリーに乗り入れるようになった。比例には、町33の区間便で早朝深夜のみ運行。早朝深夜には、 朝33、比例2とも、朝府福祉園、警察学校東門、榊原記念病院を通らず、甲州街道経由となる便が運行される。この甲州街道上には、バス停はない。比例1は、外語大循環として、朝のみ運行される。2003年5月19日運行開始。当初は、小型車が使用されていたが、丘31と同様に中型車で運行されるように、 なった。折り返し場は、狛江ハイタウンではなく、世田谷区成城4丁目のパークシティ成城にある。狛江ハイタウン折り返し場では、小田急バスのきれいち系統も発着する。京王線つつじが丘駅北口から、神代寺や神代植物公園を結ぶ路線。循環路線として案内はされないが、神代植物公園、神代寺付近が、 ラケット上循環となり、筒じが丘駅へ戻る運行経路となる。終日通して比較的本数は多く、日中も毎時6本から8本確保される。平日、土曜には深夜バスも運行される。基地14や高66と異なり、途中の青い神社バス停は停車しない。丘21は中型長弱車で運行されてきたが、中型長弱車の生産終了と、 車両代替に伴い、大型車も使用されるようになった。岡31は原則として、中型車で運行される。2016年10月17日のダイヤ改正より、狛江駅への乗り入れが開始となり、松原泉本町三丁目間に、泉本町、狛江市役所、狛江駅北口停留所が新設された。小田急バスでは、岡31との重複区間に限り、 申告制運賃で、現金210円として慶応に合わせていたが、同2016年10月17日には、小田急バスでもダイヤ改正が行われ、同日より、重複区間での申告制運賃を廃止した。また同日より、西令市系統が、筒地が丘駅南口へ延伸されている。小田急バス、吉祥寺営業所と共同運行。 小田急便を含め平日日中毎時3本、土休日日中毎時4本が運行され、後日の高66都市も連着7丁目、調布駅南口という大半の区間で経路が重複する。そのため、同区間は高66と合わせて平日毎時6本、土休日毎時7本となっており、同区間がおおむね等間隔になるようにダイヤが組まれている。中型長弱車 または、大型車が使用される。平日のみ深夜バスも運行される。丘21や町34と異なり、途中の青い神社バス停に停車する。2016年10月17日のダイヤ改正で、新設された路線。小田急バス、武蔵坂井営業所との共同運行で、20分間隔で運行される。基地14と同様に、途中の青い神社バス停に停車する。 中型長弱車、または大型車が使用される。1997年10月1日に永福町営業所より館。このため、町府営業所の所管路線としては他の路線と交わらない地域を運行しており、日中は乗務員が南水なしで乗り継ぎ交代を行う。原則として中型車で運行される。丘22は都市23の出入庫で、 千歳船橋駅行きは早朝、筒じが丘駅行きは夜間中心で本数は少ない。千歳から須山駅には駅前に折り返し所を設けるスペースがなく、一つ先の南水梨停留所で道路を周回して向きを変える。千歳船橋駅でも同様に折り返し場がなく、千歳通り上山通り環八通り経由の型循環を行っている。2000年代に入り、 白山通り上の桜ヶ丘5丁目停留所に停車するようになり、白山通りを経由する東急バス鶴巻営業所の支部23系統及び東11系統、東急バス、世田営業所の用例1系統との乗り換えが可能となった。塚戸小学校始発、終着便は早朝に千歳から須山駅行き、平日深夜に塚戸小学校泊まりが設定されている。 朝の通勤時間帯に乗客数が増え、所定の便数では、積み残しが発生しそうな場合にも、塚戸小学校始発地と瀬カラス山駅行きの臨時便が運行されることがある。2020年11月16日に、府中営業所より間、調布駅と武蔵小金井駅を結ぶ路線で、京王線や中央線沿線から府中、運転免許試験場へのアクセス路線ともなっている。 玉霊園裏門、試験場西門の川公園一の橋大沢十字路の、区間は東八道路を経由する。天文台通り沿いの大沢十字路、天文台前から、萩野原住宅調布駅北口の区間は、小田急バスの路線と多く並走する。調布営業所の中で、唯一中乗り前より運賃後払いである。部93は2009年3月19日。 武蔵小金井駅南口の駅直結化に合わせ、部92を廃止して代替する形で新設された。2011年4月1日、武蔵小金井駅南口の工事完了とバスロータリー完成に合わせ、京王線の駅へ向かう系統は、武蔵小金井駅北口から南口発着に変更された。 2019年5月16日のダイヤ改正で部93系統の武蔵小金井駅方向が廃止された。サッカーの試合やイベントの開催時のみ運行される。案内状は休行と表示され、系統番号は表記されない。このうち新宿駅、西口駅は中央自動車道を経由するためワンドマ車が使用される。調布市、三鷹市より コミュニティバスの運行を受託している。詳細は、各路線の記事を参照。京王井の頭線、京王線応援線の終電後輸送をカバーする。2007年6月29日より、調布営業所の深夜急行バスではワンロマ車が使用される。2005年12月、永福町営業所に移管。2016年10月17日付け台屋改正で、 八幡山駅まで延伸に伴い永福町営業所に移管。成田線は2006年3月、羽田線は2007年6月1日、それぞれ南大沢駅までの延伸に伴い、南大沢営業所に移管。小田急バスの調布線、下記汚染と同様に、玉川原橋を渡り、読売ランドまで行っていた。路線廃止日不明。大丸線の変形。稲城市。 コミュニティバス、アイバス市内循環線の運行開始により廃止。路線廃止日不明。2010年3月31日限りで廃止。末期は1日1本のみ運行されていた。この系統の区間便にあたる、車開し団地折り返し場発着の長51は、存続。車開し団地折り返し場より、手前の上石原3丁目までの区間便。 2018年2月21日限りで廃止。狛江ハイタ運線へのリニューアルに伴い廃止。2012年9月30日、上野原循環に再編された。柴崎折り返し場は廃止。2012年8月5日、運行開始。k 応グループの新宿発着のバスとしては、初の千葉県内への定期運行であった。運行開始時の設定では、 朝席時間帯に上下12便運行、うち6便が東京スカイツリータウン前に停車。新宿からの運賃は東京スカイツリータウンまで500円、鎌取駅まで1200円、土木駅まで1400円。先着順座席定員制で予約不可。新宿、東京スカイツリー間の乗降は可能だが、千葉県内でのバス停間での乗降は不可であった。運行開始時は、 京王バス南、南大沢営業所との共感であったが、2013年7月1日に、京王バス南が撤退し、調布営業所のみの担当となった。2016年4月4日のバスタ新宿開業までは、新宿駅西口のヨドバシカメラ本店前に、存在した新宿高速バスターミナル発着であった。2016年9月30日限りで、京王が撤退。 千葉中央バスの単独運行となる。2020年に導入された、日野、ポンチョ、日田急駅南口にて2012年に、北ローバスとしては初導入された、日野、ポンチョ、調布市ミニバス専用車両2018年現在、日産ディーゼル、三菱不う、日野自動車製の車両が在籍する。2018年現在は、ハイブリッド車の導入はない。 1995年以降は、京王電鉄バスグループの他の営業所と同様に、日産ディーゼル車が多数導入された。三菱不走、日野自動車製の車両は少数であったが、2011年の日産ディーゼルのバス製造事業撤退により、京王電鉄バスグループ全体で導入メーカーが、この2社にほぼ集約されたため増加している。小型車は、コミュニティバス用の日野、 ポンチョが在籍する。コミュニティバス用の小型車については、調布市ミニバス、ミカカ、シティバスの項も参照のこと。調布営業所の特徴的な車種として、深夜急行バス用のワンロマ車である三菱ふそう、エアロスターのワンステップバスが在籍する。ワンロマ車は深夜急行以外の時間帯には、一般路線バスとして使用されている。2013年には、京王の電車、 バス100周年を記念して、旧塗装を復刻したエアロスターノンステップが導入された。特定輸送用として、府中営業所と共感で、明治大学付属明治高等学校、中学校のスクールバスを運行受託し、専用車両として、日産ディーゼルスペースランナー RA が在籍する。また、調布営業所単独で、明らか学園中学校、高等学校及び付属、 マリアのその幼稚園のスクールバス輸送も受託し、専用車両として三菱扶装、エアロミディ MK と三菱扶装、ローザーが在籍する。イスズエルガミオワンステップ、調布駅北口にて、除籍済み京王帝都電鉄時代から、イスズ自動車を指定メーカーとしており、イスズ社は、府中営業所及び、府中営業所が母体となった小金井営業所と、 調布営業所に集中配置されていた。府中営業所調布支所時代から、イスズ BU をはじめとする、イスズ製大型車が導入されていた。1980年代からはワンロマ車が導入され、調布営業所にも配置された。1980年に、初代ワンロマとして、イスズ CJM、1981年から1982年に2代目、ワンロマとして、 イスズ CPM、1985年から1986年に3代目、ワンドマとして、イスズ LV が、いずれも富士重工業製車体仮装で導入された。車体色はそれぞれ、KO テート、e、ワンドマカラー、KO テート、e、2代目、ワンドマカラー、3代目は高速カラーである。イスズ自動車製の車両は、中型車のジャーニー系、エルガミオの助手席を最後に在籍がなくなっている。 ジャーニー K は1999年に7台が府中営業所に申請配置された。申請配置時は京王電鉄カラーであったが2005年頃に京王バスカラーに塗り替えられた。その後は転属を経て2010年までに7台が調布営業所に集結し、同年時点では東京都内で唯一まとまった数が残存する事業者となっていた。 翌2011年には、除籍が開始されたが、19,913号車と19,915号車の2台は、府中営業所へ再転属し、東0一系統に投入された後除籍され、京王電鉄バスグループからジャーニー系は全敗となった。エルガミオは、2000年に2台導入され、リーフサスのワンステップ車であった。この2台は、 京王電鉄バスグループ唯一のエルガミを導入例であり、調布営業所のみに配置されていた。2012年に除籍されて全廃した。小型車は2012年までは日産ディーゼル RN も在籍した。他の営業所と同様に1997年から大量導入が開始され、分車化第1号の京王バスとしてのスタートを飾った。これらの車両は、 富士重工業製 8E の慶応特注マスクでの導入である。1999年式の RN の最後の3台は、新宿パークタワー、リビングデザインセンターオゾンの無料、シャトルバス専用車両として、西日本車体工業製車体仮装で導入された。調布営業所に転属したうち最後の1台である L79,952 の助手席前には、 2012年6月23日から7月8日にかけてさよなら運転が行われた。ファイナルラン L79,952 号車と書かれた手作りのヘッドマークを装着して運行し、希望者にさよなら運転乗車証明書が配布された。さよなら運転が行われた79,952号車。調布市ミニバスで使用されていた、昨日、d セは、 2020年8月までに除籍もしくは他の営業所に転属し、調布営業所の在籍車両は消滅した。調布市ミニバスでは、リエッセの CNG 車も2台在籍したが、2016年に全廃されている。ゲゲゲの北郎ラッピングのリエッセは2020年8月までに全車除籍。ありがとうございます。